2022年10月20日、イギリスのベンウォレス国防相によると、9月29日に黒海上の国際空域において飛行中だったイギリス空軍の電子偵察機 RC-135W リベットジョイントが、2機のロシア航空宇宙軍のスホイ27に追跡されていた際に、リベットジョイントの近くにおいてロシア軍機が対空ミサイルを発射したらしいんだ。これに対してイギリスは外交ルートを通してロシアのショイグ国防相に強く抗議し、ロシア側に事実の調査を求めたとのことを明らかにしたぜ。ロシアは誰彼構わず喧嘩を吹っかけてるね。とんだ問題児だよ。そうだね。さて今回は、黒海の国際空域でイギリス空軍の電子偵察機がロシア軍機からミサイル攻撃を受けたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回ロシア軍機からのミサイル発射を受けた RC-135W リベットジョイントは、アメリカのボーイング社製の輸送機 C-135 ストラトリフターや空中給油輸送機 KC-135 ストラトタンカーの機体を元にして、偵察機能や情報収集機能が盛り込まれた航空機で、RC-135W はコクピットを中心に機器が刷新されてパイロットの負担減らすべくコクピットの計器類が大画面の多機能液晶ディスプレイに換装され、デジタル式多機能ディスプレイを中心としたグラスコクピット機となっているよ。リベットジョイントは全長 43.55 メートル、全幅 39.88 メートル、全高 12.7 メートルの機体には4発のエンジンが搭載され、12,000km の航続距離を持つ電子戦機であり、視認と機信号情報収集機として機種側面にガワシレーダーを内蔵し、機体各部に無数のアンテナを配し電子信号の傍受を行うための航空機で、機内にはコックピットの操縦要員5名に、電子戦担当官、情報員、機内保守技術者などを含む30人以上が乗り組んでいるんだ。イギリス空軍では3機を運用しているんだけど、その3機の総購入金額は10億ドルを上回るものとみられ、現在の為替レートで1400億円以上と、なり1機が500億円に近くにもなる超高額な航空機だね。RC-135 の開発の元である KC-135 は1950年代から運用されている古い航空機で、ボーイング社の民間旅客機である707型の姉妹機的な存在で、空中給油機としての機内スペースに余裕のある機体だったみたい。最初に偵察機として登場したのが RC-135AB で1964年に偵察機として登場し、その後信号収集機能や弾道ミサイル情報収集、弾道ミサイル実験の光学電磁情報収集などの様々な情報諜報機能を追加改修で装備し、同じ型式から他のそれぞれ違う形式に改修されたりするなどしたんだ。また、輸送機や空中給油機からの改修やその逆もあり、これら様々な改修が行われたことによって、他に例がないほど型番が複雑になっているのであるが、電子戦に携わるなど任務の性質上、機体に関する機密は最重要機密であり、型番ごとの性能などについての正確な情報を把握するのは困難とされているぜ。アメリカ空軍では現在、オファット空軍基地所属の第55航空団において RC-135S が3機、RC-135U が2機、RC-135V が8機、RC-135W が9機運用されていると見られているよ。日本国内では、沖縄県にあるアメリカ空軍嘉手納基地に KC-135 の飛行隊が配備されているため整備が可能であるとして、オファット空軍基地から飛来して北朝鮮の弾道ミサイル監視などの任務に就くこともあるんだって。イギリス空軍のリベットジョイントによる警戒偵察飛行は、ほぼ毎日ルーティーンとして実施されているもので、ロシア軍機によって追跡されることも珍しいことではなく、この日も90分ほど2機に追跡された後に1機が搭載していた空対空ミサイル1発を発射したんだ。ことの重大さを考慮したイギリス軍は、この事件後しばらくの間リベットジョイントの警戒偵察飛行を停止していたとしているよ。これに対してロシア側からの回答は、調査した結果として空対空ミサイルの発射は故意によるものではなく、発射装置の誤作動だったとされ、偶発的な事故であったというものであったんだ。ミサイル発射を事故で済ませちゃうの？まあそういうしかないけどさ。ウォレス国防相が3週間後にこの事件を明らかにしたのは、
この事件が一つ間違えればロシアと北大西洋条約機構 NATO との間で戦闘が発生する懸念があったことから、慎重に対応すべき案件としてロシア側からの回答を待っていたものとみられているよ。また、イギリスのメディアはロシア政府がイギリス政府に対して、今回の空対空ミサイル誤射事件が黒海の国際空域で起こったことを認めたと報道しているね。ウォレス国防相は、今回の事件の詳細を同盟国に伝えた上で、一時停止されていたリベットジョイントによる警戒偵察飛行を現在は再開させていることを明らかにしたんだけど、同機にはユーロファイタータイフーン戦闘機2機の護衛が付けられているとしているみたい。念には念を入れて、護衛体制は万全にしておかないとね。そして、我々の行動はすべて、この地域で現在進行しているロシアによる侵略に関し、国際法に従って調整されているとみなされていると説明した上で、今回の事件は国際空域で起きたことであるとロシア側が認識していることを歓迎するとして、イギリスは2019年以来、黒海上の国際空域でリベットジョイントを定期的に出撃させており、今後も継続すると述べたんだって。これらのことから、スホイ27が空対空ミサイルの発射は、ロシア軍の調査報告にあるような機械的な誤射ではなく、8月末から東部戦線、南部戦線で反転攻勢に出たウクライナ軍によって劣勢に立たされているロシア軍が、ウクライナ軍を兵器供与や情報提供などで支えているイギリスに対して、意趣返しを実行したと見る向きが多いな。そして、ロシア軍機は追跡中のリベットジョイントが非武装の電子戦機であることは承知しているはずであり、ロシア本土の領空や、2014年から一方的に併合したと主張しているクリミア半島の上空を飛行せず、国際空域を飛行していた同機から確認できるようにミサイルを発射したことを、イギリス政府とイギリス軍はロシアからの警告と受け取っており、同機に護衛戦闘機をつけたことはその証であろうと指摘する声があるね。しかしながら、今回の事件において、もしもロシア空軍のスホイ27が発射したミサイルがリベットジョイントに命中していたら、これはこの侵略戦争がさらに異なる次元のものになっていたと思うよ。本当だよね。命中しなかったからよかったものの、一歩間違えたら大変なことになってたよ。ウクライナに協力をしていたことはともかくとして、国際空域上を飛行する軍用機とはいえ非武装の航空機を撃墜すれば、大きな国際問題となるだけでなく、アメリカをはじめとする NATO 軍が直接介入する口実となるからな。そうなれば、現時点でウクライナ軍の反攻すら撃退することができないロシア軍が、クリミア半島のみならず、新ロシアの独立国家を自称しているルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国までもが、ウクライナ軍と NATO 軍によって奪還される可能性が高まり、それを許すことができないであろうプーチン大統領が、核兵器の使用を決断する可能性もまた非常に高まってしまうと思うぜ。また、現時点では様子見を決め込んでいる中国が、ロシアの影響力が極端に低下して NATO の力が極端に増強することを嫌い、あからさまにロシアを支援する動きに出る可能性もあり、兵器弾薬などの供与のみならず人民解放軍部隊を派遣して直接介入する可能性も否定できないね。あるいは、アメリカを牽制する意味で台湾侵攻を開始することも考えられ、その場合アメリカはウクライナと台湾の二面作戦を強いられてことになり、東アジアでの戦力不足を補うために自衛隊が後方支援のみならず最前線で中国軍と対峙する事態に陥ることが十分に考えられるよ。イギリス空軍の RC-135W に戦闘機の護衛がついたとはいえ、黒海上空を飛行する限りロシア空軍が牽制のために戦闘機で追跡させることを止めることはなく、一触即発の状況はさらに緊迫したものとなっているんだ。また、黒海上にはイギリス空軍機のみならず、他の NATO 軍機も飛行していると思われ、この先さらに緊張感が高まることに耐えきれなくなったロシア軍戦闘機が、NATO 軍の航空機に危険なアクションを起こした場合も NATO 軍の介入を呼び込むと思うよ。国際社会ではウクライナ南部ヘルソン州の州都ヘルソンの攻防に注目が集まっているけど、それよりも核戦争につながる可能性が高い、この黒海上における一触即発の危機を防ぐ手立てを早急に考えなければならないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。